徳川真田の架け橋、葵の稲姫、ここに参上。鬼となり影となり、徳川の使い番たる五の旗印、掲げるところに服部とあり。清康公の恩義に応え、暗中飛躍の影法師、各言う我は伊賀の血を引く隠密頭、服部半蔵正成だ。浜松生まれのこのわしが15で殿に救われる正義と忠義を胸に秘め、赤い甲冑身にまとう。先方は譲らぬ、命は惜しまぬ。ただ前進あるのみ、戦場で赤鬼と呼ばれし我の名は井伊直政。参る。四天王のしんがりは家康公の片腕と三方ヶ原での陣太鼓、長篠での奇襲戦、あまたの戦を指揮する東三河の旗頭、四天王が筆頭、酒井左衛門の城忠次。いざ家康、グレート家康公、青い武将隊。参りました、グレート家康公、青い武将隊と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやいやいや、わしら大垣にはな、平成のように蘇って初めて来たわけじゃけど、はい、あんな手厚いお招きがあるとはの、素晴らしい、頑張ってとの、嬉しかったな。嬉しいの、本当にありがとうの。ありがとう。はい、ということで我々は岡崎から参ったわけじゃが、岡崎知らないよって方いらっしゃいますか？行ったことないよっていう人、皆さん知っておりますかな？かなり、ありがとう。そうですな、岡崎というのはね、すごくあの我々、はい、あの我々の殿でございまする徳川家康公の生誕地でございまする、はい、ね、たくさん他にもいいところはございまするが、はい、そのいいところをですな、今日は皆様にちょっとギュッと詰めたやつを持ってまいりましたので、はい、それをちょっとね、皆さんにお配りしたいと思いまする。ゆに次の戦、堪忍じゃんけんタイムでございまする。はい、はいはい、こちらのお時間は皆様方にお土産をお持ち帰りいただくお時間でございまするが、はい、こちら数に限りがございまする。ですのでじゃんけんを行いまして、勝った3人、3人の方にそのお土産をお持ち帰りいただこうと思います。ではルールをご説明いたします。まず最初、参加希望の方のみこの場所で立ち上がってください。
立ち上がってください。そして立ち上がっていただきまして、まずじゃんけんをします。カンニンカンニンカンニンじゃという形でじゃんけんをいたします。そして勝った方のみ立った状態でお待ちください。負け、アイコはその場で座っていただきますようお願いを申し上げます。はい、はいはい、こちら数に限りがございますので、ぜひズルのないようにお願いをいたします。はい、数はおいくつなんですかな？本日3つご用意いたしております。はい、はい、ではただいまより、参加の、時間の受付をさせていただきます。立ち上がってください。お願いいたします。せっかくだからね、参加はただでございますので、ぜひ皆様、はい、恥ずかしがらずにお立ち上がりください。では、はいはい、視点の人、酒井忠次との真ん中へお越しください。こちらの酒井忠次殿に勝った方のみそのまま立ってくださいね。なんじゃったらちょっとね、足ね立つのしんどいよって方は手だけでもよろしいですので、手をぐーっと高く上げてください、ね、後ろの方の方もぜひねご参加くださりませ。手だけでもお願いいたします。はい、では負けてしまった愛子の方はね、次の戦には参加しないようお願いいたします。ではまず最初参ります。はい、では参りますぞ。準備はいいですかな。参ります。せーの、カンニンカンニンカンニンじゃ。はい、チョキの方のみ残ってください。はい、チョキの方のみ残ってくださいね、はい、立ち上がって寄る、もしくは手を高く上げて寄ってください、はい、では参ります。まだ多いですので2回戦参ります。まだまだ参りますぞ。参ります。せーの、カンニンカンニンカンニンじゃ。はい、パーの方のみ残ってください。まだいらっしゃいますね、かなりいらっしゃいます。ではもう1回戦参ります。参ります。せーの、カンニンカンニンカンニンじゃ。はい、グーの方のみ残ってください。これででもどうじゃいいな、だいぶ減ったんじゃないか。チョキはダメ、あ、ダメですね。グーの方、はい、グーの方だけお残りくださりませ。グーだけです。1,2,3,4,5,6,7。後ろにもいらっしゃいませんね。後ろはよろしいですかね。はい、7名の方残っておりますね。ではもう1回だけ参ります。もう1回参りますか。その7名でもう1回参ります。ではなるべくちょっと前の方にお越しいただきまして、7名の方お願いいたします。では参ります。せーの、カンニンカンニンカンニンじゃ。はい、パーの方、パーの方、1,2,もう1人はいないようですね。あ、うん、ちっちゃい子と、もう一人立ってる。はい、はい、では、お二人どうぞ前にお越しください。拍手。はい、ではまずお越しください。お名前だけ教えてください。中島正恵です。正恵姫が、はい、おめでとうございます。無事勝った正恵姫にプレゼントです。どうぞお持ち帰りください、はい、拍手。ありがとうさんじゃ。はい、続きまして、はい、どうぞ。ありがとう。はい、お名前教えて。はい、千奈姫にもプレゼントです。じゃんけんおめでとう。あ、落ちた、落ちた、キャラメル落ちた、落ちた、落ちた。大丈夫大丈夫、食べれるぞ、ごめん、ね、袋に入れとるでね。はい、では拍手でお送りください。はい、はい、ということでですが、はい、あと一つあるんだよな。一つ残ってますので、でももう一回やるとどうじゃろうの、はい、そうじゃな、ということで、はい、わしが思うに見てみ、こんだけ熱い眼差しで我々を応援してくれとる皆様、ぜひねこの者たちに何じゃみんなで分けていただくというので、どうじゃろうな。うん、いいと思う。ええー、と思うの、うん、せっかくじゃからね。ということでお子さんに分けていただくということにいたしましょうかな、はい、せっかくじゃから。じゃあみなみなおいで、みなみなおいで、おいで。さっき太鼓を叩いてくれた、保育園のみんなかな。そうじゃの。はい、ではこの忍者さんの前に集まって、中のキャラメルを分けてあげようかな。そうじゃな、はい、これね、後でみんなでね、中にはちなみに何が入っとるんじゃろうな。一個ずつね、はい、中には岡崎の、岡崎の、はい、パンフレット、岡崎のことが詳しく書いてございます。観光パンフレットのほか、クリアファイル、そして我々武将隊のパンフレット、はい、八丁味噌キャラメルなどなど入っておりますので、はい、お願いいたします。一人一個ずつね。はい、おしまい、はい、はい、はい、ありがとう、はい、ということで、ありがとうさんじゃ。みなみな、ありがとうな。はい、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 ということで、まだまだですな、第1回ということでございますが、この後ですな、我々11時45分からもこちらにてステージがございますので、はい、ぜひそちらの方にも皆様お越しくださりませ。はい、お願いいたします。それではやはりね、最後に、みなみなでね、我々だけならず、みなみなで共に歌って踊るあのコーナー参りましょう。カンニン踊りのお時間でございまする。はい、では、はい、カンニン踊りの説明をの、はい、我々の踊り担当半蔵にちょっとしていただきましょうかの、お願いいたしまする。は、
般にあたり簡単なご説明させていただきまする。両手を広げていただきまして、こちらに見せてください。真ん中に合わせる。右に拝んで顔に、反対側顔に、顔に真ん中で2回ポンポン上と参ります。座ったままでもできまするので、ぜひご参加を。せーの、顔に顔に顔に。じゃあもう一個説明しておこうかな。いい殿、そうじゃな。おい、ではもう一つ、1、2の2、2の形作ったらば、顔の前に決め顔顔に、反対側左右残して左、そして上と回りまする。青空見上げ、あ、曇り空か。はい、ということで、せーの、勘忍勘忍勘忍。じゃあいかがかな、ええか、踊れそうか。ありがとうさん、ありがとうさん。はい、では参りますかの。うん、それ以外の踊りは簡単ですからな、皆皆様見よう見まねでご参加くださりませ。お願いいたします。それでは参りましょう、勘忍踊りスタートじゃ。よっ、よかったらの、みなみなもな、前に来て踊っての。おじゃあ、はい、まずは皆様手拍子からでございまする。太鼓のみなもよかったら入ってくださるな。するかんに、並んでたんに。はい、逃げられた。それステージ誰もいない。さあ手拍子お願いいたしまする。パンがパン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 。せーの、そう、はい、よいしょよいしょ。踊りたいものはぜひ今からでも入ってきていいですか。はい、そしてそしてそしてそし て、せーの、はい、ガンニンガンニンガンニン。じゃあ、はい、さあ本日観光 PR ブースがたくさん出ております。愛知県岡崎市も PR ブース出させていただいております。岡左衛門殿のグッズ、そして青い武将隊の焼きドーナツもございますので、ぜひお買い求めくだされ。おい、カンニンカンニンカンニン。はい、さらに私事といたしまして、三重県伊賀市、わしの父上のふるさとからも PR 出ております。せーの、それ、そう、はい、よいしょよいしょ、武将が踊る武将戦国パラパラのお時間でござる。みなのものついてまいれ、まいりまするぞ。1、2、3、4。さあ手拍子お願いいたします。それでは皆様、カンニンポーズ2でございまする。カンニンカンニンカンニン。じゃあもう一回、カンニンカンニンカンニン。じゃあまだまだ、ありがとうさんじゃ。ありがとうございます。はい、はい、それではですな、まだこのですな、大垣芭蕉祭りは始まったばかりでございまする。芭蕉楽市ですな。芭蕉楽市もですな、まだまだ始まったばかりでございまする、この後も我々は11時45分に出てきまする。ゆえまたお越しくださりませ。それではますますの盛り上がりを記念いたしまして、みなみなで最後に勝ちどきで締めたいと思う。それではみなの者、勝ちどきじゃ。それ、えいえいおーえいえいおーえいえいおー。ありがとうさんじゃ。はい、ありがとうございました、セカンドステージもよろしくお願いいたします。はい、グレートイエスコ武将隊の皆さんでございました。ありがとうございました。